はい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけどね、リスナーさんからリクエストいただいた話で、あの、キングコング西田、西田明さんがね、またなんかやらかしてるぞーっていうことで、今度はプペルバレーっていうね、なんかそんな催し物するぞーっていうことで話題になってるんですよ。何が話題になってるかっていうと、無償でこのバレーダンサーを募集にかけてるっていうことでね、まあ、募集するだけだったそうだけど、もう完全に舐め腐ってるぞーっていうことでね、バレーを をね、あの本気でやってる人たちがめちゃめちゃ怒ってるらしいんですよね。まあそりゃそうだろうっていうような内容になってるんで、まあちょっと見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、西野晃、今度はプペルバレーで大炎上、白鳥の湖に並ぶ古典に、構想にバレーファンからも反発がっていうことでもうバレーファンから、おい、ふざけんなーって言われてるらしいんですよね。まあそもそもバレーとかもそういう専門分野に、 まあ土足で踏み入ってるような感じなんで、それはもう基本的に反発寄りなはずなんですよ。なのに、前、なんか偉そうにむちゃくちゃなことを言ってるから、あのね、無休で踊れよみたいなことを言ってるから、こんだけ反発を受けてるんですけど、まあ、読んでいきましょう。東洋の歌舞伎の次は、西洋のバレエと来たか、絵本、煙突町のプベルの作者で知られるお笑いコンビ、キングコングの西野昭宏。彼が原作、脚本を務めた。 歌舞伎公演プペル天命のゴミ人間であったのかなゴミ人間は2022年1月に新橋演芸場で上演された市川海老蔵がプペル役を務め 堀越と、えー、市川ボタンが交互に出演するなど話題となったということでねまああのー、バレエの前に歌舞伎をまずやってたんですよいろいろと催しもやってるんですけどアニメ映画、えー、ミュージカル歌舞伎とメディアミックスを続けるプペルだが今度はバレエ公演演氏はプペルが計画されているのだということでバレエもやっちゃうって言ってるんですよね主人公とかも、あのー、男の子だったはずだと思うんですけどね ってどうやって表現するんだろうって思うんですけどね2022年10月に初演予定のこのプペルバレエでも西野は原作脚本としてクレジットされているとそのバレエ公演ですが実は一部で炎上騒ぎになっているのですとおいふざけんなーっていうことになってるらしいんですよねプペルバレエの公式インスタグラムには6月11日に開催されるオーディションの要項が掲示されているソリストダンサー軍部ダンサー えーまあ、このソリストダンサーっていうのが、ねまあ、あの主人公的な一、まあ、人でも踊れるソロでも踊れるよっていうダンサーで、えー、軍部ダンサーコールド、えー、バレーの,、ね、この軍部ダンサーっていう人があのバックダンサーみたいなね、えー、何人か後ろの人たちみたいな感じだと思うんですけどの募集を行っているがそこにはソリスト役の方には当法規定による 報酬をお支払いいたしますと、ソリストダンサーに対しては報酬払うって言ってるんですけど、とだけ記載があり、軍部ダンサーについては記載がないのだということです。まあね、あの報酬なないいいとは書いてないけど でもこれイコール報酬ないってことだよね。まあ、ちなみにそれがこちらなんですよね。えー、要項の内容っていうのがこんな感じで募集要項って書いてて、えー、ここですね。ソリスト役には規定による報酬をお支払いって書いてるんですよ。まあ、お支払いっていうか、まあ、給料として払えよって感じがするんですけど、当たり前なんですけどけど、そのね、軍部ダンサーに関しては払うっていう文句がないんですよ。 マジってえあの自分でこうやってね他の他業種のところに入って何か催し物、ね、やりたいって言ってるのにその道の段差にお金払わないみたいなんですよねマジかよって今話題になってしかも殺したチケットノルマなし出演者は公演チケットを割引価格で購入かということで、ね、出演者に対して公演チケットを割引状態で売るんですよ。 ええ、そのプレゼントとかじゃないんだよ。あの、あの周りの人を呼んできてとかじゃなくて割引価格で売るらしいんですよ。だから、出演者の群舞ダンサーたちって、あの報酬ももらえないし、しかも、チケットを割引価格で買うぐらいしかできないよってなってるんですよ。え どういういことっっててはなななななるんんですすけどね普通に考えたらかかかりおかしいいい話なんじゃの思まこういったことってね、まあ、過去にも同じようなことあったんですけど、こういうことをね、つぶやいてる人がいて、これあれじゃない設営スタッフも金で募るんでしょバレエに関われる権利〇〇万みたいなのを買わせてっていうこと。え、どんなのってえ過去にありましたよね。こんな感じで、え東京タワーの個展の設営できる権利みたいなのね、これ何なのかっていうと、東京タワー個展をね、しようとしたときにですね、クラファン ででででお金集めたたりしてたんんすすよよその時の時リターンになるんですよねだからこう東京タワーの個展の設営ができる権利っていうのを5万で誰か支援してくれませんか僕に5万円払ってくださいそして個展の設営できるスタッフとして働けますよってこんな <laughs> ちょっと待って <laughs> 働いてもらってさらにお金までもらおうとするそんなクラファンがあったんですよ まあこういうことをしたりだとか、本当人件費、まあ、人件費って呼んでいいのかな、まあ、そこに来てもらう人に対して、えー、手伝ってもらう人に対してお金払おうなんてもう一切思ってないんですよ。まさにこんな感じで、やりがい搾取的なこと,こ,ことをね、今までもやってたわけなんですよね。まあ、ね搾取だけだったらいいけど、もう完全にこれ5万とか払ってるからね、過去の話で言うと。まあ、今回もそういうバレエの人たちに対して敬意があまりにもないんじゃないのかっていうことですごく話題になってるわけなんですよ。まあ、もうちょっと読んでいこうと思うんですけど、プロバレリーナとして成功を立てられるのは 一握り、バレリーナの待遇改善の必要性が叫ばれる中で、無報酬を掲げてしまったのだ。このこのとについて、 コールドに無休で踊らせるのかと批判が起こりました、まあ、それそうだよね。どういうことだよ。お前、なんか土足で他の,のこ、こっちに入ってきといて、お前ら、うちのなんか段差たち、無給で踊らせるのかよって、もうバレエ界の人が怒ってるわけなんですよね。で、それだけではない。西野が主催するオンラインサロンのメンバーで、プペルバレエの制作、葬式をしている人物、A 氏がノートに投稿した記事も波紋を呼んでいるということで、まあ、葬式をしている人がいるらしいんですよ。オンラインサロンメンバーの人でね。 すでにプペルバレエが目指す場所と題された記事は削除されたが記事内に好記載があったのだ私たちはプペルバレエを古典作品にすることを目指していますそれは白鳥の湖やくるみ割人形眠れる森の美女などと同じ棚に並べるということですってもうその道のトップになりたいですっていうようなことを言ってるわけですよねただですね、えー、西野さんが過去に フペルバレーに触れる形でバレエのお客さんってバレエやってる人が結構占めてるなどバレエ界が排他的かのような発言をしていたんですね。まあ元々結構調べてきたんですけど西野さんは今の日本のバレエっていうのはもうバレエをしてる人しかバレエ見に来ないよって言っててで、あのー、もうその一般の人を、ね、バレエに呼んで、えー、エンターテインメントにするそんな何かね専門的じゃない別のことが必要だよとかって言ってたらしいんですよね。だだからそういうい意味でバレー界は排他的だと というふうにまあ、ちょっと悪く言うようなことを言ってたわけなんですよ。なのにエンターテイメントであ、うん、ねプラスして人入れた方がいいよって言ってた割にこっちでは、えー、ねそのなんだろ西野さんの意思を受け継いでるようなオンラインサロンのメンバーの人はね、えー、白鳥の湖は黒目あり人形もうその本当あのー、王道の道でねトップを狙いに行くつもりなんだって言ってるわけなんですよね。いやお前らなめんなよって。 それは専門的にバレエやってる人からしたらめちゃめちゃ怒り狂うとこですよねでそれにもかかわらず名作、えー、白鳥の湖などに並ぶ作品にすると A 氏が表明したことがバレエファンから反感を買いましたさらに同じ棚に並べるという表現自体が西野さんがよく使うフレーズであり A 氏が西野さんの影響を大きく受けてるような内容だったんですってまあそれはオンラインサロンでね西野さんについていってるってことは相当の信者だと本光も思うんでまあ ほぼ,ほぼあのー、崇拝しまくってんじゃないのかなと個人的には思ってますけどねでこうした経緯をはらんでいるプペルバレエにはインターネット上では怒りの声が上がっているということでねツイッターの意見ちょっと実際の見ていこうと思うんですけどこちらからねプペルバレエ無視しようとしてたけど日本でダンサーが踊りで食えないことでバレエ界の一番でかい問題のはずなのに新たに個展にしたいとか言ってるバレエで。 コールド無給なのはほんとふざけてるしダンサーもチケット買う客もバカにしててムカつきすぎてて話題にしちゃったありえねえってもうほんと敬意がなさすぎるよってもう怒ってる人いっぱいいるんですよね、まあ、こちらもリツイートといいねさせていただきますねあ元とさんねツイッターもやってるんでもしよかったらフォローもしていただけると嬉しいでよろしくお願いしますあそういえばさっきのツイートもねこちらも何もしてなかったリツイートといいねさせていただきますねではもう他の意見だとかはバレープペルの記事を見て歌舞伎はミュージカルの日ではないくらいショックを受けて 寝込みかけてるって、なんだあれっていうことで、あのもう寝込むような人も。 現れてるんですよねもうふざけないで荒らさないでくれみたいな感じなんですよね。プペルがバレエまで来たか、いい作品だから何度も上映されて、いつの間にか古典と言われるようになるんじゃないの初めから古典作りますって、なんか違う気がするよって、まあ、確かにそうだよね。古典っていろいろあって、その時とか経て、賞、まあ、賛とか経た上で古典になるんじゃないのって、最初から古典にしますって、確かにちょっとずれてるよね。で、見えてくるのは金儲けのみ。だからプペ関連は悪産 作を持ってしまうううというよなうなこんな意見もあったりします、ね、もう入ってこないでくれよ、バレーの方にもっていう風にね、言われてますで、まあ、記事に戻ろうと思うんですけど、こちらねえ、プペルの歌舞伎の際にはチケットが売れ残ってるという報道もありて、もだから歌舞伎の時にももうチケット売れ残ってんだよ。で、2022年3月にはプペル美術館の建築一時中止も報道されている。これは元光も動画でお話ししましたけど、ここらへんもちゃんとやってるのかなと。ここれクラウドファンディングでお金集めてる話だからね。 うん、それなりの責任があると思うんですけどこうした状況後に公演発表されたプーペルバレーだが西野の古典にという思惑とは裏腹に初演前から大きな壁にぶち当たっているようだということでまあ毎回ぶち当たってるっていうのかな何なのか分かんないですけど。 もともとこの人の考え方としては今回のね無給で働いてもらおうとか、えー、前の話で言うと5万円払ってもらった上で働いてもらおうとかまあそういうね人に対して感覚的にそういうものになっちゃってるんですよね、うん、人の価値っていうもの だから、元からそういう人なんだと思うんですけど、ただ、なんだろうな、最初はこういう話、クラウドファンディングで、えー、お金払ってでも働きたいっていう人がいたかもしれないんですけど、まあ、なんか新しいから、こんなことする人いるの面白そうじゃんって言ったりだとか、もともと西野さんのファンだとかが、えー、詰め寄ったりしたのかもしれないんですけど、さすがにこういう無給だとかなんだとかの話がね、ずっと続いてくると、みんなちょっと飽きちゃいますよね。もう何,何言ってんのって、まあ、常識的に考えて、この人おかしいんじゃないっていう発想になっちゃうと思うんですよ。まあ その結果が、まあ、結構前に話しましたけど今年のね、えー、その西野昭はエンタメ研究所の,そのオンラインサロンのメンバーにもあの数字として、ね、出てんじゃないのかってこのメンバーめっちゃいたんですよオンラインサロンメンバーでも一気にドドドンって下がってこずっと下がってる状態なんですけどこういうのも,もうどんどんみんな飽きちゃってんじゃねえのかっていうふうに思われてんじゃないのかなと。 思います今回の件で、まあ、バレー界からとかはもう出禁状態にされたりとかそんな可能性もあるんじゃないかなと思うんでね少なくともなんか自分のねあの専門分野じゃない業種の人たちに対して敬意をちゃんと、まあ、あの持ってね、まあ、報酬とかをちゃんと出すっていうのは当たり前だと思うんですけどねもしそういうところにね足踏み入れたいんであればまああとはなんでここまでプペルにこだわるのかっていうのが元光にはちょっとよくわかんないんですけどねそんなに売れたもんなんですかね元光そんなイメージないんですけどはいまあ ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみつのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。